ハリーバットはアメリカ海軍の原子力潜水艦。艦名はカレー目の一種、お表にちなむ。同盟の米軍艦としてはガトウ級潜水艦21番艦以来2隻目。同系艦はない。ハリーバットはカリフォルニア州バレーオのメア,アイランド海軍造船所で1957年4月11日に寄港し、1959年1月9日に、 チェットホリフィールド夫人によって命名浸水1960年1月4日に初代艦長ウォルター・デドリック少佐の指揮下襲撃した。ハリバットの当初目的は巡航ミサイル搭載による戦略抑止任務であった。グレーバック級潜水艦と同じくレギュラス巡航ミサイルを搭載する。レギュラス運用のためメインデッキは水線上から高い位置にあり、 フライトデッキとして運用された。ハリバットのミサイルシステムはコントロール室から遠隔操作され、水圧により動作する機械式の完全自動システムであった。ミサイル層は艦の全上部にあり、その耐圧塔内に5発のレギュラス I を搭載した。計画当初はレギュラス24発を搭載する構想であったが、これはレギュラス2の開発中止により実現しなかった。 ハリバットは1960年3月11日に成長巡航に出航する。オーストラリアへ向かう途中の3月25日、ハリバットはミサイル発射を行い成功、巡航ミサイルを発射した最初の原子力潜水艦となった。1960年6月18日にメアアイランド海軍造船所に帰還し、その後11月7日に、 真珠湾に向けての訓練巡航に出航、太平洋艦隊に加わり作戦活動に従事する。最初の配備では、東南アジア条約機構での演習で連続7回、レギュラースミサイルの発射に成功した。1961年4月9日に真珠湾へ帰還し、5月1日には二度目の配属が始まる。続く数ヶ月にわたって、各種演習に参加。 ミサイル発射を行い、集中的な訓練を経験した。ただし、1960年には、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した、ジョージ・ワシントンが作戦配備につくなど、戦略兵器としての価値は、急速に陳腐化していた。1961年後半に、太平洋西部へ3度目の展開を行った、ハリバットは、 1964年まで訓練と作戦準備に繰り返して従事した。1964年5月4日、ハリバットは新珠湾を出港し太平洋における最後の潜水艦搭載レギュラスミサイルの紹介任務に出港した。その後、9月から12月までハリバットは他の8隻の潜水艦と共にパーミット級原子力潜水艦の 攻撃能力評価試験に参加した。1965年2月、ハリバットは、新珠湾海軍造船所に入りオーバーホールを受ける。8月15日には、攻撃型潜水艦に、艦首変更され、SSN-587 の艦隊番号を与えられた。9月6日に、西海岸へ向けて、新珠湾から出港し、9月20日に、ワシントン州。 キーポートに到着する。10月5日にキーポートから、新珠湾に向けて出港し、メアアイランドに8日間停泊した後10月21日に、新珠湾に到着した。太平洋では、対潜水艦船訓練に参加、8月まで訓練を行った後メアアイランドで、オーバーホールと回収を受ける。改修によってハリーバッドは、特殊任務官として、電子情報収集及び分析装置を多数。 搭載された。ハリバットは1970年に真珠湾に戻り、太平洋艦隊及び第一潜水艦開発部隊に所属し、1976年に退役するまで情報収集活動を続けた。退役後はバンゴールでモズボール化の上保管され、1986年4月30日に除籍された。 その後1994年9月9日にピュージェットサウンド海軍造船所で原子力艦再利用プログラムに基づき解体された。ハリバットはソ連に対抗した秘密作戦に使用された。主な業績としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。